皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。8リーダーで再びやっていきます。今、強 P が2738かな？最高強 P 更新中なんでね、このまま更新目指して頑張りましょう。勝てば勝つほど更新していきますと。お相手が1戦目からグリドラなんで、まあおそらく裏メタガでぶっぱかな。雲は絶対いらんね。てか俺、雲補欠じゃなかったんだ。補欠にしたいな。グリドラメタガのぶっぱならば、それに対応できるキャラを引きたいんだけど、ちょっとひどいね。引けないね。これ結構まずいね。さあどうしようか。グリドラメタがどう処理しようか状態になってるね。まあせめて、なんだっけ。メタガはトレンドだね。処理すべきは。コブリン11。1、2。まあもう一体切ってくれたならとりあえずいいんじゃない。ベビーも行こうか。あ、ベビー刺さってる。またワイラ。またワイラ。もういいよ、ワイラばっか。そのキャラ飽きたよ。で、ブッパじゃん、どうせ。とりあえずこれで打たして。危ない危ない。もし万が一なんかワンチャン取られるとかあったら終わりなんで。でもね、ワイラ俺見れないんだよね。ワイラ見れないっていうクソみたいな状況ではあるんだけど、一応小悪魔が殴ってんのかな、これは。あ、取られそう。しかもめっちゃ削られてんだよな。これは終わりだね。何が終わりって、ワイラが無理すぎる。ワイラで落ちる。ワイラで積んでる。ひとまずプリンセスで旗運ゲー狙いで頭当て狙ったけど、旗ってさ、空に当たんなかったっけ、あの旗着弾したら。まあ無理やね。これはちょっとね、対空引かなかったのが悪いって言ったらあれだけど、まあ最終シャッフルなんでしゃあないっすね。で、多分クソ持ってかれますね。いや、本当にワイラがやばい。いや、グリドラメタガも強いんだけど、まあ、あんなんどうでもいいよ。あのね、ワイラがマジで終わってる。対空引けなかったら積みがマジで無理だね。せめてワイラの召喚数2体になんないかな。ガオーダーク。こいつね。足が欲しいな。悪縁。中型戦ができなそうなんだよな、札的に。まだ回せる。限界だね。ちょっと札そんな良くないんだけど、まあ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 頑張りましょう。一応ワイラは足元にキャラがいればカエルで見れる。やっぱあれだね、ラストシャッフルはもちろん博打だからしょうがないとして、一番シャッフルで気をつけなきゃならないのってのが、次回して大型来なかったらやばいなっていう状態が一番まずいと思ってるんで、残り2回の時点で妥協した方がいいかもな。いつも残り2回でもう1回回すか、回しちゃえって感じで回すことあるけど、残り2回だったらもう妥協しないと痛い目見るかもしんないね、この感じ見てると。さあこれね、朝倉がスキル打てばいい感じに消し飛ばせるんだけど、かなりめんどくさいね、ここが。ここがめんどい。カニ一体使わせるか、ひとまず。すごいね、この感じ。さあひとまずここ置いて、またワイラじゃん、もうほんといいって。ワイラマジおもんない、そのキャラ。 OK、 天才カエルくん、ありがとう。またワイラだよ、もうほんとにワイラいいよ。カエルが強い、気づいてない。はい、気づいてない。やったぜ。もう攻めねえよ俺は。絶対攻めねえからな、クソワイラが。
はい、またワイラ流し。もうねマジでワイラは無理、本当に。はいはい、ここパンダ剣士見て流れてもらう。あ、俺も攻めないけどいいんですか。いつまでも切らないで。俺から切りませんけどいいんですか。俺はもう攻めませんけど。今切るんだけどさ、こいついるから。はい、もう本当にワイラ戦いたくない、マジで。前回の動画もそうだけど、ワイラしか出てこねえ。強いからしゃあないって言ったら、しゃあないって言ったらしゃあないのかもしれないけど、もういつのことさ、サブリーダー対空キャラにしたろうかなと思ったけど、ただね、サブリーダーをね、ワイラやれる対空にするってなると結構限定されてて、まあ、アーチャー、まあ魔法もなしじゃないじゃん。でもサブにすんのって感じじゃん。ウィッチとか、いやでもそいつらをサブにするって、そもそもアーチャーもやったらリーダー使うだろうって感じだよね。はい、続いていきましょう。ちょっとね、マジでね、運営さんはね、ワイラを早く弱体化してほしい。なんかもう根本的な解決をしてほしい。もう、落とせなかったら罪のこの、終わってる。マジで。ワイバーンとかはさ、ワイラほどのさ、火力にならないからさ、別に多少さ、なんか暴れ回ってても、暴れてから対空引けなくてもなんとかなるんよ。でもね、ワイラはね、無理よ。火力やばすぎて、倒せなきゃ絶対に無理なのに、倒せないよね。射程も長すぎるから、倒せる対空も限られてるし、じゃあエルフ引くって、エルフでも2体しかいないじゃん。まあ、別にエルフは悪くないんだけどね、それに関しては。ワイラよな、問題は。なんだろう、個人的に一番いい、ワイラのやってほしい調整は、降臨の儀の終わった瞬間に、まだちょっと無敵があるじゃないですか。あれなくしてほしいんだよね。だから降臨の儀が、しまって、これどうしようかな。マヒレが降臨の儀に大砲を撃ちました。で、大砲って4発でポロロロって出てくるじゃん。あれをもう、お、パスる4発出てくると思うんだけど、あれをいい感じに最初から、ちょっと待って、喋るね。これ。忙しくて。これ終わってから喋るわ。マジ喋れん。ここキラビディア。いやー、これディケイドか。ちょっとだるいな。は？なんで？なんで消えた？あそこは倒せるから、とりあえずいいじゃん。うわ、強いお前。悟空め、悟空じゃないやんなきゃ、あいつ。悟空みたいなやつ。悟空みたいなやつ、めっちゃ頑張ってんじゃん。もうキラビ全部使ったわ。もうキラビ全部使っちまったよ。はい。悟空じゃねえ。悟空ってまた言ったわ。悟空じゃねえんだよ、こいつ。コングなんだよ。コングいるからいいっしょって思って、もう全部使っちまった。いや、あそこスキル打たんか。そこ打ってくれてやりきれないんだよな、正直。勝ちきれますか？あ、やりきれてる？でもまだビートルが1体いいんだよね。だから、あ、捕まってる、こいつ。そこ捕まんないでほしいな。さあ、リザはね、剣士ポチポチでいけるからいいんだけど、あれ、もう1体いるよね、ビートル。わあ、食われちゃった。じゃあ無理や。喋りたいことは喋るね。試合中にね、そんなね、間に合わない。上取られてもいいやもん。はい。降臨の儀が壊れた瞬間に無敵になって、大砲の残りの、あれ食らわないじゃないですか。もう降臨の儀壊れた瞬間に即もう無敵なくなって、大砲4発出ると思うんだけど、1回で。あ、1発目で壊れた瞬間に残りの2、3、4当たってほしいんですよね。で、そのまま空飛んだ後に大砲2発倒すみたいな。降臨の儀から撃っても3発で倒せるようにしてほしい。さあ、ちょっと苦手なキャラ来ましたね。確かね、あ、イフリードなんですけど、ちょっと調べるけど、キラビの麻痺入んなかった気がするんだよな、こいつ。あ、そうだよね。キラビの麻痺無効。麻痺無効ね。
なのでチクリができないってことは結局バックアタックしたとこで何か添えなきゃ絶対に止まらないんで、ニコスばっか中型戦できる感じではないな。ただロボガの可能性があるんですよね。でも大天狗、まあいいや、もう時間かけちゃったからこれでいこう。大天狗は対ロボガじゃちょっと無理かな。タタンの方がいいんだよね本当はね、ロボガ引っ張りやすいから。これちょっと時間かけすぎたね、シャッフルに。カマキリ1体って取り手削って銃剣、いやーどっちがいいかな。うん、カマキリだね。カマキリ下からいこうか。このカマキリ流れてもらおう。このカマキリは流れてもらって、なるほどね。さてここだね、まず。さあここさあ、ここも一回マーメイで抑えようか。これあのサマーなんで高速入りやすいんで結構止めれるっすね。さあキラー B がいった、でも倒せる。そしてそれもやってくれる。さあ問題ここ、はい、これね置けないんだよね、中型を。置いたらスキル打った時に来ちゃうから。こっち、おお、でも打たねえスキル、ラッキー。来たね、それか。それワンチャントレンドだけでやれんじゃねえの。俺結構トレンド信じてるけど、これも合わせて潰しに行って潰した、 OK。 そしたら勝ったね。バットはもう放置でいいから、俺あれいるしね、ダイリング。なるほど、ここキラー B で見て、麻痺も入った、一騎打ちされても大丈夫。カマキ流そうか、ポール、ダイリングだね。でこれであの相手がまだ待ってるでしょ。バット運ゲー狙ってくると思うけど、あ、そのコストがなそう。いや、あるな。あるけど、大丈夫。さあ、キラビン前置いて。オッケーオッケー。いけましたね。イフリートでロボガーじゃないの珍しいね。今季別にイフリートのキャラグラみたいなのやってないけどね。珍しい。さあ、ここで一回剣士止めたことによって、このカマキリがスキルを発動できるね。時間を稼ぐ。もう剣士置いちゃおう。うん。というわけで完全勝利、ありがとうございました。何だったんだろう、固定。すごいなんか珍しかったけど出てきたキャラ。クラガサタガ。クラガかな。はい、それではね、ラストいきましょうか。ラスト。とりあえず、シャッフルを3回で妥協する。残り3回。残り3回で妥協する。それちょっと考えよう。頭に入れよう。残り3回で妥協。デビルリーダー。まず見れるキャラ引かなきゃいけないんだけど、いやメタカがね結構なんかね即死入る印象なんだよね、ちょっと怖いわ。チビクロが出てきた、なんで。ここでここからもう 今だけなんだけど、妥協できなかったから回す、妥協できないから回す。ここでいこう。対ワイラはリムルかな。空があって大型があって一応デビルを、まあ、見れなくはない。クレイジーフラワー即死入んなければ。ただデビルの耐久値がかなりやばいんで、クレフラ後ろ置いといて大丈夫とはならない。キラビーの麻痺は狙った方がいいかも。せめて麻痺入れてあげればクレフラがもっと食べやすいかもって感じですね。ひとまず1体目のリムルは行くんだけど、ここは取れるじゃん。お互い取り合いになってもうピクドラ行っちゃおう。この角度ならピクドラ行っても OK。 なるほど、そんな感じか。そしたらこれをうまく使ってあげて、ここもトレント行くじゃん。ここクレフラ行っちゃおう、ここでいいや。なんかいつの間にかガオウにやられてら。クレフラバックから当ててるんですけど、倒しはした。ここはあとはもうキラー B も早めに置いて、このキラー B にちょっと必死に活躍してくれよって祈る。後ろはクレフラ OK、 食った。このクレフラ食ったらマジでかい。これのおかげで全然ある。
さあこれキラビーでやりきれるでしょ、でリムルでこれ解消するじゃん、でこのキラビーが早めに切ったから、このキラビーがね粘ってくれてるんですよだいぶ。ほらマヒ入った、メギの持つ素晴らしい。でリムル1体残しとこう、いいよいいよいいよ、コストなくなるけど、そこでキラビーを一気にいく。1体だったらこんなにうまくいかなかった、2体いったからうまくいった感じだね。さあクレフラマ行こう、もう攻めだね、もうこれ食ったら終わり、まあそうそう食わないかもしれないけど食ったら終わり。おお違う方が食ったそれは食ったと言っていいのか、まあいいでしょう。さあここもキラービー行って干渉を目指したいけどな、ちょっとね黒稲沢の火力低すぎてね干渉するには厳しいんだよね、多分大砲撃ってくると思うんだよな剣士に対して。あれ撃ってこない、撃ってこないね、普通に諦めたっぽいね。剣士に大砲撃ってたら守れてた気がしないでもないけど、そんなコストなかったんかな。ありがとうございました。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。初戦からね負けてしまったんでね、最高強ピは2738のまま止まってしまいましたというわけで、またね再び頑張ります、頑張りますが、ちょっとねもうね最近その更新チャレンジを何度も何度もやってるんだけど、毎回毎回毎回止められてるの全部ワイラーなんでね、ほぼワイラーなんで、パワーアップしてるんで、もう次回はねそのワイラーを絶対にぶち殺すためのアーチャーを固定します。はい、もうアーチャーでねワイラーを分からせるわ。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。